はい、エブリィワディシストキー。アメリカで今週、話されていた、報道された事件と異常気象についてお伝えしてみたいと思います。現在は2024年6月2日です。それで5月の最終週末、その時に話されていたことです。こちら、オハイオ州のビルが爆発しました。場所はオハイオ州ヤングスタウンという都市です。 1>, 1階にチェース銀行という銀行が入っており、その上は12階建てになっているアパートなんですね。合計で13階建てのビルなんですけれども、激しい爆発が起きております。2024年5月28日に起きました。1人が死亡し、7名が現在病院で入院されています。その後の調査によって、実はその日5月28日火曜日の午後、 その銀行の地下室に作業員が入って作業していたそうです。銀行の、まあ、このリノベーションっていうんですかね、ちょっと古い建物の中のパイプとかいらないものを取り除く作業していたそうで、間違ったのか何か、 まだガスが残ってるパイプを切断してしまって、切断して6分後に爆発が起きたということになります。切断した時に作業員たちがガスの匂いを気づいて、上に駆け上がっていって、みんな避難しろとは言ったらしいんですけれども、まあ、遅れてしまった男性一人がお亡くなりになっています。爆発に巻き込まれてお亡くなりになってしまった男性は、そのチェース銀行に勤務する27歳の男性で、 翌日の水曜日になってその現場から遺体が発見されています銀行に勤務していて巻き込まれてお亡くなりになったまだ27歳だった男性本当にかわいそうですねどうか安らかにお眠りください次は異常気象に見舞われるアメリカです 常に竜巻の被害と戦っているアメリカですけれども、今年2024年5月を振り返って、例年よりはるかに多く竜巻が発生していることがわかっています。なんと、1ヶ月で475件の竜巻を含む5700件に及ぶ悪天候、異常気象の報告が上がってきています。そして、今年2024年5月、1ヶ月で死者が 合計38人に上っています。38人の方が尊い命をなくされています。オクラホマ州とテキサス州では、それぞれ8名の方がお亡くなりになりました。アイオワ州では6人の方が死去し、アーカンソー州では5人、オハイオ州では3人が死亡し、さらにアラバマ州、インディアナ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミズーリ州、ノースケララン州、 テネシー州ではそれぞれ一人が死亡しています。悪天候がひどくて、アメリカでは5月の最後の週末、それはメモリアルデーと言い,いまして、アメリカの兵隊さんがお亡くなりになった兵隊さんへの哀悼の意を表す日で、そしてほとんどの州でその日は祝日でお休みになるんですけれども、この時にものすごい大きな風が吹いて、 そしてなんと野球ボールの大きさの表氷,氷の塊が空から降ってきて家や車をバンバン打ちつけました。これに伴いテキサス州では一人がお亡くなりになっています。近くの学校でも生徒たちを避難させてバスでそれぞれ家に送り届けたという報告が上がってきております。このようにものすごい異常気象が発生しているんです。テキサス州の クック群っていうところがあるんですけれども、さらにアーカンソー州全域でも7名、こテキサス州とアーカンソー州、それぞれ7名の死亡が確認されています。トレーラーハウスパークを襲った竜巻があったそうなんですね。トレーラーハウスって言って大きな車なんですけれども、それをそのまま家にしてる人たちがいて、そのようなトレーラー、 車の家を持つ人たちがより集まってみんなで暮らしているようなトレーラーハウスパークっていう場所があるんですよね。そこに竜巻が発生し7名がお亡くなりになっています。オクラホマ州メイス郡っていうところでも2人が死亡しており、その中には屋外で結婚式があって、そこに招待されたゲストの方がお亡くなりになっています。水井州ではキャンプ中に木の枝が ドサッとテントに落ちてきて男性が一人お亡くなりになっています。5月28日にルイジアナ州、ケンタッキー州、アーカンソー州、ウェストバーチニア州、ミズーリ州で15万世帯とそして事業所が停電しています。アメリカの中部一帯で竜巻と悪天候が続く厳しい月となっています。 アヨワ州では発生した竜巻で少なくとも5人が死亡し数十人が負傷しています。テキサス州ヒューストンで8人が嵐によって死亡しています。そしてこれは記録上2番目に多い竜巻が発生しているそうです。実は5月下旬っていうのは竜巻シーズンのピークを迎えると言われておりますけれども、もうかなり激しく今回は発生しているということが報告されています。 そんな中、アメリカのジョージア州アトランタで水道管が爆発しました。そしてジョージア州アトランタの大都会、そこで大きな混乱が生じていると報告されています。この水道管の破裂により多くの住民が水不足に陥っています。水不足で大変なことになっているんですけれども、多くの企業、レストランも閉鎖を余儀なくされ、さらにコンサートも 計画されていたものが、その日中止となっています。そして、アトランタ流域管理局っていうところがありまして、それ一生懸命今、水道化を直そうと、修復に取り組んでいるっていうことは発表してますけれども、とにかくまだ、いろんな、そのパイプの中に水が流れてたりするので、それを調べながら、一つ一つ取り除いていかないといけないので、 ちょっと時間がかかりますと。みんなは早くとにかく水道から水が出てこないと生活できないということで一生懸命言ってるんですけれども、少しずつ水道から水は出てくるんだけれども、そのアトランタの市長が言うにはですね、まだ水がきれいかどうかわからないから、その水道管の水は必ず、 お湯にしてくださいと、沸騰させてくださいっていうことをみんなにお願いをしているようですね。飲料水や調理、それと歯磨きとかでもですね、やっぱりちょっとお湯にして使ってくださいということなんです。水道から水が出ないって非常に不便ですよね。断水だったり、それから電気がつかない、停電も非常に不便になります。まあ、早めの復旧をお願いしたいと思いますね。あの、ジョージア州アトランタっていうのはすごい大都会なんですけれども、 コカ・コーラの本社があることで有名ですね。さらにアトランタオリンピックっていうオリンピックが開催された都市でもあります。オリンピックというのは基本的に都市が開催します。ですから日本でこの間行われたオリンピックも東京オリンピックっていうのは東京都が開催しているからですね。まあそれもあったので大阪はカジノを勝ち取ってそれのインフラ整備をお願いしたいので万博を強固に進めているのかっていう疑惑も持たれてますね。 ネットフリックスのドラマで陶器が前に見ていたレイジング・ディオンっていう小さな男の子がスーパーパワーを授かるっていうドラマがあってそこはそのアトランタ、ジョージア州アトランタが舞台になっています、まあ、いつも天やワんやのアメリカなんですけれども今回はその爆発っていう事故とそれから悪天候についてお伝えしてみましたもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします それではおやすみなさい。